お願いします。ジャニーズ、キング&プリンス、平野紫耀、そのイケメンパワーはやっぱりすごかった。スナイダーポーズ。皆さんは何か物事を決めるときってどうしますか？小生は好きな芸能人に思いを馳せて決断することがあります。その好きな芸能人というのがキンプリ平野少子というわけですが、私は週刊大衆編集部で芸能、スポーツなどの記事を担当したりしております。ポータルサイトではコラムの記事も担当させていただいておりまして、公営競技の記事なんかもあったり、その予想をする際に活用しておるのがサイン馬券とかね、聞かれた方いらっしゃると思うんですが、世の中のニュース、話題などがレースの結果に反映されるという、私の場合は芸能人のサイン、これを駆使しております。例えば先日行われた G1 江戸川大賞、こちらで私が大好きなジャニーズキンプリ平野紫耀、彼のサイン、小つながりの安河内翔選手、絡めまして516倍という大的中。どうもありがとうございます。さすがキンプリ平野紫耀のイケメンパワー、すごい。あとこういう10万超えなんかもね、いただいたりしまして、私の場合はボートレースでしたが、好きな芸能人、好きなもの、そういうものに思いを馳せながら楽しむ、それも一興であります。よろしくお願いします。失礼します。